43秒きた。嘘、やったー。ジョニーサルトの中間の次第質問、今日もねハングリーシャークワールドをやっていきたいと思います。実は昨日世界に銀メダルになったんですけれども、こちらねご覧いただきたい。朝目覚めたらですね、なんと、こちら見てみたら、はい、こちらでございます。ラッシーさん14位になってました。残念ながらトップ 1% からはみ出してしまいましたね。ちなみにトップ1位を見ると40秒、昨日のね最後と変わってないんだよね。だから40秒が今最短なんですよ今のところね。これはねだからあと5秒しかないから、頑張ればラッシーさんでもいけるんじゃないかと思ってるわけですよ。まあ金メダルね目指していきたいんだけど、まあ、できなかったとしてもここのね 1% には食い込んでいきたいということで、まあ本当は39秒が40秒取ってもさ1位になれないんだよね。ここ5位にしかなれないけど、まあだから でもまあ40秒、金メダル目指すって40秒同じだったら金メダルじゃないですかね。言い訳本当は39秒がいいんだけど、多分こんだけの人がやっててできないんだから40秒が最短なんで、だから最短40秒かね、ここの間空いてんだよね、40秒と42ね、41秒、これ出したらさここ立ったらね抜かされないと思うんでね、あと16時間なので、というわけで、ね、今日もね金メダル目指してねやっていきたいと思いますよ。世界一位になりたいな。39秒、だけどちょっとまあ難しいから、まあ、40秒同列金メダルというところで許していただきたいというところなんですね。でところがですね、1個ね気がついたことあるんですよ、ラッシーさん。これねランキング見るとこの人たちが使ったやつ M サイズのサメなんだよ。これもほらね、2位の人も M サイズ、3位も M サイズね、これで M サイズなんですよ。これねどういうことかっていうと、あれだと思うんだよね、でっかいサイズのサメだと、これはほらほら上位5人もうみんな40秒の人たちみんな M サイズだもん。これねどういうことかというと、でっかいサメだとサメ食っちゃうんだよね。これ M サイズだとサメ食べないんだよ、そのサメ食べれないんだ大きさ的に。というわけでペットに全部食わせることができるということなんでしょうね。でちなみにさ、このちっちゃいサイズになるとペット2匹しか連れていけないから、ここちょっと厳しいところなんですけれども、まあでもね頑張っていきたいと思います。まあ、これでもできるんだからできるってことなんで、というわけでねシュモクザメ使ってやっちゃいましょう。はい、というわけでですね、1位の人と同じ構成これでいきましょう。まあ、装備は違うけど、まあ、大丈夫でしょう。ということで早速やっていくよ。さあ早速始まりました。ということでですね、 M サイズになったからにはですね、前回と同じルートはでもね使えないんだよね。ここでまあサメを食べることにはなるんですけど、この後前回はですねこれ下のルートから、まあちょっと行ってみましょうか、初めだからね、こう下のルートから行ったんだよね。ここね、ここから行くんだけど、ここがゴールドラッシュで抜けていくじゃないですか。そんでさっこの間はね、この間とか昨日はですね、ここでサメをこいつら食べたんですよ。こいつら食べた後にこっち行ったんだよね。でここからここ抜けてったんだけど、これ L サイズじゃないと開けれないんですよ。ということでここはダメなんだよ。だからこの下のルートは使わないルートで行かなきゃいけないということなんだよね。そうなるとどこになるんだ。ずっとでもパイプがあるから行けないね。これね、どっちから、こっちから行けばいいのか。ここにサメいるな、ここにサメがいる、ここにサメがいて、これパイプの上を抜けて行けないじゃん。ここ行き止まりじゃん。どうすんだろうこれ。もっと上か、つまりさっきのサメは食べれないサメってことだな。ここよりもっと、あ、こっちだこっち、こっち、そうだそうだ、ここから行けるわ。こっから行ってここか、なるほど。でこの後が問題だよね。この後さ、ここの上に行ったらここにサメたちがねいっぱいいるわけなんですよ。でここのサメを食らってから、下のこっちのこのサメだまり、ここここちょ待って早く行って、ここここここ、このサメだまりここに行くか、下から上に行くかだよね。今ので1分35秒、まあゆっくり突っかかったりしながらやりましたから、でも今ので1分35秒だったら全然いけそうな気が してくるよね。40秒いけんじゃねえかな。はい、ちょっと待って、今のを考慮するとですね、ここからまず下に行くじゃないですか。そんでまずここのサメを食べます。ここのサメ食べて食べて、はい食べて食べて、1匹しかいないの、1匹しかいないのか。でここで右行くんだよね多分ね。でここからこっち行って、ここ抜けるでしょ。でここの先にちょっとブーストがきついねこれね。
ブーストがきつい。ここ、あ、痛い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 。ほら、これサメを自分が食べれないから全部ペットに食わすことができる。これがいいとこなんだよね、多分ね。で、ここでまたサメを食わせて、やばい、これでもう35秒。あ、ちょっと結構厳しいな、40秒。で、ここ下行くんだけど、下行くまでに3秒かかっちゃうもんな、これ。いけいけ、食え、早く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 食え、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 食え。どうだ、まだか、15匹結構厳しい。あれ、全部食っちゃった。え？ダメだ。今ので何匹食べたの？あ、あと1匹。まあでも初めのところにいればちょっと間に合ったかもしんないな。43秒ぐらいでいけたかもしれない。ちょっともう一回やろう。なんか初めのところにさいる数がさ結構なんかランダムだから、それ次第っていうのもあるよね。ここで3匹食える。あ、今2匹いる、2匹いる、1匹。こっちにもいたろ、ほら、食え、2匹か。ここ2匹だったらちょっと厳しいけど、やばい、今引っかかったな。あそこ引っかかんなかったら、ここスムーズに来た。ここでブースト切れになっちゃうんだよね。結構ここのブースト切れ厳しいよね。さあ、食え、サメ。はい、ここにもいたぞ。よしよし、上行くぞ。上行って下の方がいいのかな。下行って上か、目が来ちゃった。これ目が来ちゃうとね、自分が食っちゃうから厳しいんでね。食え、早く。よし、36秒。急げ。40、やばい、もう40秒になる。食え、ほら。食え。どうだ。早く食えよ。目がダメだね。今これ何匹これで。え、10匹しか食ってない。嘘でしょ。ちょっと待って、もう一回やってみよう。いや、ちょっと待って、今のはね、メガのせいだと思うんで、自分が食べちゃってんだよ、多分。自分が食べ、あ、ここサメいる、サメ4匹いる。これチャンスだよ。超絶チャンス。ここにいっぱいいるときに、チャンスがあると思うんですよ。で、ここゴールドラッシュいいね。ここゴールドラッシュいい。ここでゴールドラッシュになると、ダッシュが切れないから。これは最高のパターンのやつだ。さあ、食わせる。よし、下から行こう。先下から行こう。最後上行くパターンでしょ。こっちの方が数がね、多い気がするんだよね、ラッシーさんは。さあ、行け。よし、ゴールドラッシュだった。上行こう。今、あと3秒。やばい。早く。あー、40秒なっちゃったなー。さあ、食え。どうだ。もう15匹いったろ。あ、47秒。いやー、ダメだなー。47秒。ちょっと待って、今のやつさ、かなりいい条件が揃ってたよね。それでも47秒ってことは、ここいっぱいいる。ここいっぱいいるときチャンスだよね。ここの道がさ、やっぱここが結構ネックな気がするんだよね。今度さっき下から行ったから、今度は上から行こう。さあ、ここにいるから、よし、食え。よし、食ったか。よし、上行くぞ。急げ。さあ、こいつらを駆逐しろだ。早く。自分が襲われるのが一番いいのかもしれない。さあ、こいけ。よし、下行くぞ。お、いいぞ。35秒。これは来てるんじゃないか。さあ、いけ。お前ら、早く食え。こっちにもいるぞ。さあ、43秒来た。新記録。これ来てんじゃない、かなり。43秒だよ。やった、やりました。さあ、ちょっとね、43秒の現状を見てみましょう。さあ、どうですか。おい、 1% 入ってる。ただ11位でございます。43秒はね、いっぱいいるんだよね。43秒は。42秒、おい、41秒に食い込んでるやついるじゃん。ちょっと待てよ。そこ俺が狙ってたとこだぞ。やばい。40秒に入んないと5位になれないな。まあでも、かなりいい線いってるよね。トップ 1%。ギリギリでトップ 1% だな。これはもうあと3秒やっぱ削らないと厳しいですね。なるほど。ちょっと待って、でもさ、今のやつをこれ以上短くするの難しいと思うんだよな。ちょっとルートがやっぱ違うのかな。かなり好条件だったぞ、今のやつ。っていうことは、やっぱあそこ下くぐっていくところだよね。下くぐっていくところがかなり時間をロスしていると思うわけですよ。ということは上から？上から？ありえる、上からって。ちょっと上からやってみようか。さあ、ちょっとね、上からパターンでいってみましょう。ここはもうさっきの下のサメは諦めて、飛んでいきの、ここでいきなりサメを食っていくというね、やり方ですよ。これ。こいつらをまず駆逐していってからの、
カラル、ここでもう20秒だもんな。でもここでほらほら、食え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 、いっぱい食え、いっぱい食え、いっぱい食え、いるよいるぞ。でここ下行くんだよね。でここで下行ってこいつらを駆逐して、さあ食え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 、早く早く早く、いないいない、もういないもういない。でまた上行くのかな、また上行くのかな。ここでさあどうだ、ここ復活してるだろう。あー、してない、してない、ダメか。ちょっと待って、でも今のところでもし復活さえしてれば40秒いける感じしたよね、今ね。もう一回やってみよう。ちょ、今何匹食ったんだろう。あ、ほら13匹だもん。あとなんかサメの数次第って感じしない？今いけそうじゃなかった？ちょ、もう一回やってみようぜ。よし、こっから上行って、ここの上の時にこの鳥をうまく食って速度をね落とさないっていうのがポイントだと思うんだよね。ここでブースト切れになっちゃうから、なんとかブーストなかなか切れさせないようにね、行くという感じで。やばいやばい、自分が死ぬ、自分が死ぬ。ちょっと待って、ちょっと待って、よしよし、サメ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 、痛い痛い痛い、食え食え食え、早く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 、オッケーオッケー、こっちにもいるぞ一匹、食え食え食え、よしよし、一匹一匹、下引くぞ、下下下下下、早く早く、やばい、目が来ちゃった、目がはダメだよ、目がはダメダメ、自分が食っちゃうから、はよしよしよし、いけ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 、やばい、自分が食っちゃってる、自分が食っちゃってる、これはしくってるな。ここ今メガじゃなきゃ、なんでメガなんか食うんだよ、もうだ。あ、でも復活してんじゃん、ほらやっぱり今15匹いたよ絶対ね。メガ来なかったらいけたと思うんだけどな。いや、もうあとはねサメの数だけの問題のような気がするんだよね。ここでうまくまず鳥を食う数、ちょっと鳥がうまく食えないな。よし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 、ブースト貯めて、でここでねやっぱりゴールドラッシュがいい感じに来るんだよ、このパターンの場合は。ここをさ、サメ駆逐したぐらいでほらゴールドラッシュ来るから、これで一気に下げられるんだよね。でここで食べて、このままゴールドラッシュを引っ張りながら一番下まで行く、でここで食べて、ここでもう一回ゴールドラッシュになって上に行くっていうね、このパターンはかなりねいいと思う。でほらゴールドラッシュ来たでしょ。でこれで上に行くのがさ、かなり加速されるから、30いけるよこれ。あ、いた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 、サメ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 、食べて食べて、ダメか、足りないか、足りないか、あ、いた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 、いや、いるよこれ、数だけだよ、数だけ絶対。今何匹？14。いや、あとはね、もうほんと脇の問題ですよ、脇の問題。いいか、もう今度こそ絶対行く、絶対行く、頼む、湧いてくれ。おー、しいぞいいぞ、通りがっつり食ってる、いい感じいい感じ。ここでダッシュがうまくいくわ、結構奥まで、よし来てるぞ来てるぞ来てるぞ、これ来てんじゃねえか、どうだどうだ。さあサメを食え、サメを食え、自分でねこれ当たりに行った方がいいね、サメに、サメに当たりに行って手下にガンガン食わせる、そしてゴールドラッシュ、これをうまく使おう。よーし、いっぱい湧いてる、いっぱい湧いてるぞ、いけ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 、ここ3匹3匹3匹、いけいけいけ、よしよしよし、このまま行こう、このまま行こう、このまま行こう、よし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 、いけ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 、柔らかくなってるはず。ゴールドラッシュで柔らかくなってる、なんだその神話。あ、来た来た来た、おおわー、35秒で、嘘、やったー。今15匹食ったの、やったー、嘘だろー、マジかマジか、やったぞ俺は、やったぞ俺は、ちょっと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 、マジかよ。さあ見た今の、嘘でしょ。ちょっと自分でも信じられないんだけど。おかしい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 か、ダントツじゃんこれ、ダントツすぎない、ダントツすごくないこれ、やったーついに金メ、ダントツ金メダルですよこれ、もうボルト並みだよねこれね、すもう相当追い抜かしたぞこれ。やったー、マジかこれ、マジかこれ、信じられ、信じられない、信じられない、40秒いけばいいと思ったけど、まさかの35秒、マジかよこれ、ちょっと写真撮っとこう。いやー、やりました、やりました、ダントツで金メダル、なあ、やったねこれ、こんなにいい動画になると思わなかったな。40秒ギリギリのところでさ、ここの一番後ろに名前載るのかと思ったら、やったぜついに、やったぞー、金メダル取ったぞー。というわけで、今日はこれぐらいにしましょうか。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日はこの辺で、また見てね、バイバイ。やったぞやったぞ。